石原さんっていう人は多分猪瀬さんの理解の中では石原慎太郎ほど誤解された人間もいない、うん、それをちょっと晴らしていこうじゃないかっていう、あ、まあ、意図があったのかな。政治と作家と政治家って分ける必要なくて、うん、あくまでも作家なんだよね。作家、うん、今さよく副業の時代とか言うけどさ、うんうん、作家がさいろんなことやっていいわけだよ、はい、それをやるとなんか政治家になったからおかしいじゃないかっていうのがおかしいんで、うんうんうん、作家なんだよね石原慎太郎は。最後まで作品書いてるからね、ずっとね。でちょっとさ話ね、冒頭にさ、はい、僕書いたんだけど、はい、冒頭に行きましょう。石原慎太郎さんがさ、僕は副知事5年半付き合ってるからね、うん、でなんか式典かなんかあるとさ、うん、君が歌うわけよね一応、はい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 、壇上に並んでそれで職員がいてさ、はい、でまあ壇上にはまあいろんな偉い人が並んで、はい、で君が歌う、ちょっと石原さん君が歌ってあれなんか違うなと思うわけよ、普通君がようはって歌うのに、まあ、そうですね、そこからスタートしますねこの話、うん、とさ石原さんはさ、うん、なんか違うこと言ってんだよね、よく聞いてると我が日の本はって歌ってんだよねそれで君がよって、要するに天皇陛下の天皇の時代が永遠に続くようにと地上のやつですね、はい、それを我が日の本はって主語を変えちゃってるのね、はあはあ、変なやつだなこの人はと思うわけよね。そうですよね。いやそれでね、いや変えてもいいけどさそこまでね、いちいちやるかっていうのがあるよね、こだわって、ね、毎回そうだったわけですよ、ね、毎回そうなんですね。だから俺初め分かんなかったね、あれなんか違うこと言ってんなと思うわけ、横にいるから聞こえてくるわけ、ね、変なやつだな。だから俺小泉純一郎さんと仕事やったけどさ、はい、あれ変人だけど、うん、石原慎太郎は偉人だね、異なる人とか、うん、僕ね、三島由紀夫の研究者って、はい、石原慎太郎が全然眼中にないんだよ。だけど三島由紀夫ってよく調べてみれば最も意識したのが石原慎太郎なんだよね。大江健三郎とかではなく、大江健三郎もあるけども、うんうんうん、やっぱり最初にデビューした時に、石原慎太郎が太陽の季節でデビューした時に、はい、石原慎太郎が声かけて俺と対談しようと、うんうん、これは文藝春秋の企画だよ、はい、その時に2人で初めて会うわけ、そしたら三島由紀夫はいきなり石原慎太郎に俺も連帯機の機種、うん、旗だよね、はいはいはい、後継者ができたなってこう言ったんだよね。だから評価してるわけよすごく、うん、その後いろいろだんだん確執がね天皇からの違いとか出てくるんだけどあれ面白いですよね、うん、あとはそのなんだっけ、昔それこそ江藤潤さんと一緒にさ、うん、声かけた若き日本の会に座ってた時の、うんうん、開口さん、うん、大江健三郎、いろいろ石原慎太郎、うん、いろいろいたっていう、うん、ああいうところにも加わってるとかっていうのもね、うん、結構こういろいろ指摘されてたけど、うん、あそこのなんか会のたもとを分かっていく感じっていうのを、うん、勝つ感じって結構戦後史の中でも結構ダイナミックで面白いな、ね、やっぱりこれ特に1960年代を描いたつもりなんだよね、はい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 、でそこで大体の問題が全部出揃ってるから、うんうん、現在につながるね、うん、やっぱりそのあの時代は戦争終わった後で、はい、まあ、石原慎太郎さんが出てくるのは、うんうんうん、三島由紀夫はね20歳ぐらいで戦争終わるわけでしょ。そうですね、そうですね、あの徴兵で行かなくて、まあ風邪っていうかまあいろいろあって行かなくて、そうですね、最後死ねなかったっていうのが、まあ、それあって、その後10年後に、うんうん、昭和31年にもはや戦後でないという経済白書が出た時に、はい、石原慎太郎の太陽の季節が出てくるわけ、ね、うんうんうん、だからまあその、まあ、10年近い差があるわけだけど、うん、年齢的に8歳の差だけどね、うんうん、その2人の間にある流れの違いがあるんだけれども、うんうん、その後その昭和31年っていうのは1951年で、うん、昭和35年が1960年なんで、その1960年ぐらいからだん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 大きなそのうねりがね、うんうんうん、あの戦後史が生まれてくるっていうことなんだけど、そこでやっぱり三島由紀夫は最終的に1970年の自決に向かっていくわけよね。はいはいはい、まあ、そうですね、10年間で10年、その10年っていうのは自決に向かっていく、うん、はい、で石原慎太郎だ、実は1959年に退屈な1960年代が来るだろうっていうことで、三島由紀夫は京子の家っていう作品を書くわけ、ね、書いてますね、はい、で実はその前年に書いた石原慎太郎の亀裂という作品が京子の家のヒントになった、うん、それを刺激されて書いてる。三島由紀夫の研究者って全然石原慎太郎のこと眼中にないんだよね。あ、それでもですか。でない、知ら、そう、要するに石原慎太郎が政治家になったということで、うんうんうん、作品がたくさん宝庫なのに見てなくて、
三島由紀夫がいかに石原慎太郎をライバル視していたかっていうね、うん、ことが全然見てないんだよね。今回はだからそういう意味でも、うん、三島由紀夫研究に新しい視点をね与えられるんじゃないかと思うんだけどね、うん、だからやっぱり石原慎太郎って面白いんだよそれは。あ、それでね、三島由紀夫と石原慎太郎が初めて会った時に、うん、太陽の季節出た後だ、出た後ですよね、はい、君は、君の書いたのは君は道徳敏乱者だねって言ったわけ、ね、三島がそう言ったって、はい、そうありましたね、はい、道徳敏乱って言葉さ、はい、これちょっとそこ帯に書いてねえかな、ちょっと誰か敏乱という字が、敏乱という字これ割と見て書けないんだよね、書けないですよ、文章の文に意図って書くんだけどね、うんうんうん、道徳敏乱っていうのは道徳を要するに、まあ道徳敏乱のエリアって歌舞伎町かもしれないけどさ、要するに道徳敏乱ってそういうあれだよね、かき回してその外れたりいろいろすることだよね、敏乱って、ね、世の中の、まあ、価値とはまた全然違うの、うんうん、物を打ち出す、でだからそしたらそれ道徳敏乱って太陽の季節は、あの障子を弾痕で打ち破るとかね、そういう性風俗に新しい世界をもたらしたように 思ってるわけだけど、うんうん、それで待てよと石原慎太郎は、まあ、三島由紀夫って語彙が豊富だから道徳敏乱な言葉は我々知らないよね普通ね、そういう敏乱って言葉を使ったんで、うんうん、石原慎太郎は後で考えてなかなか反論できなかったんだけど、うん、いや違うと、価値敏乱だと、道徳じゃねえってことですか、価値の敏乱だと、うんうんうん、道徳の敏乱なんか歌舞伎町にいるわ、価値の敏乱だと当時歌舞伎町にはいないだろう、歌舞伎町はいけどさ当時はそこまでじゃねえんです、当時はもっといろんなところにいるでしょうけどそれで、ね、道徳価値なんだと、価値の敏乱だって言い直すわけよ、はい、価値敏乱のでも敏乱は敏乱っていうのは良かったってことですね、だからやっぱさすが三島由紀夫はそういう言葉を知ってるわけよね、うんうん、でそれを言い直して価値敏乱と、で石原慎太郎のやってきたことって基本的に価値敏乱なんだよずっと、ほう、要するに自民党に入ったって自民党をかき回すために入ったようなもんで、要はそういう右からかき回してましたね、確かにね、右も左もないんだと思うよ、あ、そうなんですか、そうですか、まあ、これは単にかき回すのがあれなんだ、いや、かき回すじゃなくて沈殿した空気を攪拌するっていうことだよね、だ今も沈殿してるじゃない、そうですね、沈殿した空気を攪拌するっていうのがやっぱり大事なんだと思うんだよね、あそこはもう彼の中で一貫してあるっていうところなんですか、うん、そうだね、だからで作品つまりね、うん、1960年代って、うん、ちょっとこの本にも出てくるけど、はい、大江健三郎が自衛隊はアジアの国々に脅威をもたらしているなんて言ってるわけよね、あ、まあそうですね、言ってます ね、あの頃、学生はね大江健三郎読んでるんだよ割と、うん、石原慎太郎はねなんかよくわかんないっつって騒いでるだけみたいな思っちゃってるかもしれないけど、そうじゃなくて石原慎太郎はやっぱりベトナムに行ってみたりとかいろんなことやって、読売新聞がそうですね連れてってるますよね、特派員じゃないけど行って、ね、そうですよね、ルポルタージュ書いてるんだけど、書いてますやっぱりそうじゃないと、アメリカが南ベトナムを応援してるけどこんなのいつ消えちゃうか分かんないって、今アフガニスタンもすぐ逃げちゃったけど、うんうんうん、そしたら滅びるよねと、だから亡国国が滅びる姿を目の当たりにしてるって思うわけね、それと大江健三郎が自衛隊はアジアの国に脅威をもたらしていると全然違うじゃない、うん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 、やっぱりどっちが認識正しかったかっていうと石原慎太郎が正しかったわけ、なるほど、なんか石原さんって、まあ、言ってみれば素でそうなっていったのか、何か決定的な転機があってその敏乱するものっていうのを担っていたのかっていうところはちょっとなんかまだ判然としないところがあるなっていうふうに思った、この本で書いたのは、うん、石原さんってお金持ちの息子だと思われてるけどヨット乗ってたから、うんうんうん、これ違うんだって書いてあるでしょ、書いてある、あの貧乏だったんだよ、うん、だからそこをみんな誤解してるんで、あ、お父さん亡くなっちゃって、うん、でお母さんが、お父さんの若干の遺産をなんとか子供たちに食わしていかなきゃいけないっていうところで変な弟がいたわけよね、石原裕次郎、裕次郎っていう弟、あれは放蕩息子でさ、典型的なヤンキーですけどね、ここに出てくる、うん、あれね、うん、勝手にさ郵便局に貯金してあったの自分でハンコを作って持って抜いちゃ、あの下ろしちゃうんだよね、うんうん、だからさどん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 貧乏になってくる遺産がね、遺産がなくなってくる、なくなってお父さんが、だからさ石原慎太郎はこの本でも書いたけど、大学行った時に一橋大学行った時に、そうだよ一橋だもん、要はね、うん、なんで一橋行こうとしたかっていうと、公認会計士に行ったことで、公認会計士になれって言われたけど、うん、あの知人の偉い人から、はい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 、お前んちこれだと破綻しちゃうから、
公認会計士でできた制度が。あ、そうなれば、なればもう。サラリーマンの10倍ぐらい入るぞと。うんうんうん、そうすると毎日1回やっていけるから。やっていけるから。やっていたらいいじゃないかと、なんか言われて。彼、フランス文学やりたかったのに、一つ星行けっつって。で、公認会計士、ところが向いてないわけよ、公認会計士でも行きようかな。まあ、それはいいんだけど。これで、でも、ここの時点では、本気で結構人の言うこと聞いてるじゃないですかっていうのが僕の。いや、だけどさ、だって家計が破綻しそうなんだからさ、うん、そんなこと、選択肢はないわけよ、もう。それで、一つ星行って、でそしたらさ、お金ないわけよ。だからさ、お昼15円しかなくて、で15円のジャンパン買おうと思ったら1個しか食べられないから、12円のそのあ15円のカレーパンを買おうと思ったら1個しか食べられないから、12円のジャンパンと3円の甘食パンを買える。甘食結構ね、結構セックパンセコチされて、だからそう15円しかなくて、こんなんよ、この甘食って何もそんなね、美味しいもんじゃん。一つより二つの方がそこまで追い詰められてる、お腹いっぱいにしたかった、ね、貧乏だっていうところがみんな知らないんで、ヨット乗り回してると思ってるわけよね。だからヨットっていうのは別にさ、リンギだからね。リンギってあの乗ったことある？いや、手漕ぎボートのよりちょっと大きいぐらいで、あの帆があるぐらいのもん。ああ、なるほど、うん、いわゆるだからあのヨーロッパのお金持ちのようなヨットレーサーじゃねえんだぞっていう話ね。まあ、その後のイメージだよね。だからこれ、だから、うん、リンギだっていうのはみんなあの日本人はあんまヨットやってないから、リンギって簡単なやつなんだよ、うん、簡単って、まあそれはそのすぐ覚えられ、1日ぐらいかかるけど、うん、あの本当小さいんだよ。あの本当手漕ぎボートあるでしょ、公園の、あれで同じぐらいの大きさだから。なるほど。だからまあそれも中古で、高性なヨットのイメージっていうのはおそらく後年のものがついてて、うん、これで幼少期からずっとこれやってたんだろうみたいなイメージになってた、うん、そうそうね。だからまあリンギがね、うん、たまたま中古のリンギ買ってもらったから、お父さん死ぬ前にね、うん、だからそれがあったんだけどね。まあでもそれは湘南の風景っていうのはね、お金持ちもいっぱいいるので、あの本当のお金持ちもいいヨットに乗ったりしてるから、風景としては混然一体としてるんだけどね、それはそれで。だからそこに裕次郎っていう変な弟がいて、はい、これはもうあれだな、一種のゴタなんだよね、うん、だからさおうおうおう、だから天性のあの女たらしみたいなとこあって、それあるでしょ。年上のさ、銀座のホステスをに貢がしちゃうわけよ、裕次郎って。うん、およ、もうあのだからもう典型的な、まあ、だから不良だし。そうなんだよ。だからそれただね、才能がある不良でさ、うん、それでできちゃうわけよ、そういうことが。それで勝手にまた三文版作って郵便局から他のおろしたりとかして、昭和のやつで、そう石原慎太郎追い詰められなきゃ一家支えなきゃいけなくてさその時の慎太郎さんですげえかわいそうだなと思いました。かわいそうだよ、それは。だからそういうところを通り抜けてきてるから、うん、石原慎太郎はブルジャーでヨットに乗ってた湘南ボーイだっていうイメージとちょっとね、そこは違うっていうことは今回ちゃんと書いてるわけで、だからやっぱりきちっと作品書いてきてるわけで、あ、やっぱりなんかそのどこかのタイミングでっていう価値敏乱っていうのを、まあ、彼はやっぱりあれさ、太陽の季節を描いたこと、まあ、太陽の季節どうなのかしら、まあ、太陽の季節はあるいは石原裕次郎っていう弟の生活っぷりとかもあれね、あったのかしら。あれ面白い、こう書いてあるんだけどさ、裕次郎あの一橋大学 の帰りにさ、中央線からずっと行って新橋あたりで裕次郎はあの慶応高校に入れたんだよね、うんうん、初めは四季の慶応農業高校行ってて、そこで、不良とでなんか農業高校ってあったんだよ、今四季は普通の高校だけど、はい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 、でまあそれやめて、うん、で慶応に入り直して、それでまあいいんだけど、裕次郎はそしたらまた慶応のいろんなそのお坊ちゃんの悪みたいにいっぱいあるじゃない、そういうところでするんで銀座で遊んでて、そういうところだけは才能あってそれでそしてさ、帰りに貧乏な旧制高校の寮みたいなところにいるわけでしょ、あの慎太郎は。それでずっと新橋で待ち合わせると、新橋からすぐ銀座でしょ、そこ、はい、そうそうそう。でそれでちょっとこう行ったら、ホステスかなんかがね、年上のホステスかなんかがお金全部払ってくれてさ、ね、それでそしたらさ、こうあのいろんなそのお酒のさ、あの名前あるでしょ、マンハッタンとかさ、はいはいはい、あのカクテルそれさ、まあ、マンハッタンで、で出てきてさ、うん、慎太郎偉いのはさ、コースターにそれメモすんねんその描写すげえ面白かったね、面白かった。いやそれはさ、まあ、いっぱい出てくるから、カタカナの名前、
だからみんな勘違いしてんですよね、根本的な。奇襲と速度は全ての作戦だ、うん、中立でなければならないって建前になってると。主権を尊重してこなかった。だからみんな勘違いしてんですよ、根本的な。奇襲と速度は全ての作戦だ、うん、中立でなければならないって建前になってると。主権を尊重してこなかった。